ロックビルはアメリカが州国コネチカット州トランド郡中央部に位置する国勢調査指定地域の中にあるビレッジでもある。2010年の国勢調査では人口7474人だった。1889年に市として法人化されて以来トランド郡の郡庁所在地だったが、1960年にトランド郡政府が廃止されて郡庁所在地の位置づけがなくなり、 さらに1965年にバーノンの町に統合されてそのビレッジとなった。ジョージ・マクスウェル記念図書館2006年撮影アメリカ合衆国国勢調査局によれば CDP の全面積は1.8平方マイルであり、このうち陸地1.7平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は1.70%である。1726年。 サミュエル・グラントがボルトンにあった農園をボルトン北部の500エーカーの土地と交換した。その中には京ロックビルと呼ばれる地域が含まれており、その後の約一世紀も名前のないビルッジのままだった。この地域の特徴ある地形はシェニップシット湖であり、住人は現在も愛着を込めてザスニップと呼んでいるものである。ザスニップから北カナム川が流れ1.5マイルの 間に254フィートを滝と共に下った。この川を農夫たちは製粉所、製材所、作油所に使い、1740年には上流所も始まった。1821年、フランシス・マクリーン大佐が現在ロックビルとなっているところに、ジョージ・ケロック、アリン・ケロック、ラルフタルカットとの共同事業で最初の繊維工場を建てた。そこは、 ザロックと呼ばれる地点に隣接し、投資額は1万6千ドルだった。マクリーンは以前にタルコットビルのウォーバートンミルで他のものと共同事業を行ったこともあった。ザロックとは固い岩でできた自然のダムであり、ホッカナム川に高い滝を作っていた。現在ロックビルの中心となっているところで、ホッカナム川をせき止め、ロックミルと呼ばれる水力駆動の工場を建設した。それは、 マクリーン・ケイト工場と呼ばれた可能性もある。1823年までにその工場はフル創業になっていた。この新しい工場は幅80フィート、奥行き30フィートであり、その製品は青色と青の混じったサテンのような繊維だった。1826年、機械式食器が導入された。この工場が地域に人を呼び、1836年までに、 人口が440人となった。61の家族に10歳未満の子供が89人いた。郵便はバーノンセンターから駅馬車で1日1回配達された。そこが町の郵便局であり、投票所だった。1837年、古い記録によれば、素人っぽい知らせがロックミルに配達され、村の講義室で大衆集会を開催し、 町に最も適した名前を決めると宣言していた内容だった。独自の郵便局を持つためには、高級的な地名が必要だった。工場労働者の寄宿舎を運営していたサイモン・チャップマンが周辺地域で共有されていた表現が、ロックに行っているだったので、ロックビルという名前を提案した。しかし、ロックビルが独自の郵便局を作ったのは1842年に、 なっってからだったロックビルの大半の地域は、ロックビル歴史地区の一部として指定されている。この地区は、スニップシック通り、デービスアベニュー、ウェスト通り、サウス通りに外略囲まれ、1984年にアメリカが衆国国家歴史登録財に指定された。この地区の広さは550エーカーあり、842の建物と別の構造物一つがある。 建物はギリシャ復古町、ビクトリア様式後期、古典様式復古町で建設されている。建築的にまたは歴史的に興味ある建物は以下の通りである。フォックスヒルのタワーエールム通り、パーク通り、およびプロスペクト通りの一ブロックがパルコット公園という小さな町の公園を囲んでいる。家屋はビクトリア様式の様々なスタイルであり、19世紀初期の ギリシャ復古町からゴシック復古町とイタリア様式1880年代と1890年代のビクトリア様式接中主義まである。工場所有者は通常自分たちの家を中心街に建てた。残っている建物はセントラルパーク周辺に集まり、ケイト工業によってもたらされた富の名残があり、19世紀に州内でも 指導的都市であろうとした街の願望を表している。中心街等中心街性以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。